は結構外で遊ぶのが好きな、まあ、どちらかといえば活発な方だったかなと思います。補助輪付きのはちょっと覚えてないですけど、初めて補助輪なしで乗った時はスムーズに乗れたんですけど、曲がれないっていう思い出はあります。そう、なんか家の前で乗って、なんか、まあ、本当曲がれないなと思ったぐらいです。大学3年の時に兄が先に選手になるって言ってアマチュアを始めてて、その話を聞いて自分もっていう感じでした。そうですね、まあ、最終的にはやっぱそこが大きかったかなと思います。何もなくて東京の大学行ってたんですけど、東京行けば見つかるかなと思って行ったんですけど、ちょっと何も見つからなかったです。やるなら早い方がいいっていうのがなんか一番決め手だった気がしますね。そうですね、家族で父のレースを見たりとかもしてましたけど、なんか中学高校ぐらいでもうあんまり見なくなって全然興味もなかったですね。僕はずっと小学校からサッカーやってました。もう本当に仲のいい友達に誘われたからって感じです。だから別にサッカーがもともと好きでとかいうのではなくて、やめようかなと思ったことがなかったんですけど、もうなんか大学も途中でやめて、本当に言ったら後がないじゃないですか。やめてももう何もないんで、とりあえず何があってもこの道でっていう覚悟を決めて一応行ったつもりです。まあやっぱり今トップにいる選手みんな何でもできる選手が多いので、自分も一応まああんまり型にとらわれずにオールラウンダーな選手を目指します。そうですね、まあもちろんその作戦通りにいかないこともあるんで、本当瞬時の判断力とかそういうのを上げていければって感じです。そうですね、一番なんですかね、はっきりとなんとなく目標に見えてるのは、岐阜で G1 が再来年行われるんで、まあ、もちろんそれに出ることもそうですけど、そこでやっぱり地元で結果残せればなっていうのを思います。入ったからには上目指したいからっていう感じ。